すげえ。今日のレース番号14、職域対抗の決勝レースの出場チームです。浸水してしまう。第1コース、株式会社優勝。予選レースベストタイム5分3秒08、初出場、初優勝を狙います。ああ、これは。ああ、これかなり不利になってしまうこれ。バケツかいよ。バケツ。バケツかよ。現在排水作業を行っています。しばらくお待ちください。バケツ、バケツしかないのか。
ですね。そりゃそうやろ。改めまして、職域対抗の決勝レース出場チームをご紹介します。第1コース、株式会社優勝、予選ベストタイム5分3秒08、初出場、初優勝を狙います。
光ローソン大八木部予選タイム5分2秒143連覇6回目の優勝を目指します。第3コース長崎市消防局予選ベストタイム5分2秒58。長崎市消防局としては3大会に6回目の優勝を目指します。第4コース九電工グループ平論同好会予選タイムは1位、4分57秒59、唯一5分を切ってきました。2001年以来2回目の優勝を狙います。第5コース J パワーグループ予選ベストタイム5分9秒91、過去最高が3位、初優勝を狙ったレースになります。第6コースサイムガスグループ予選ベストタイム5分3秒24、決勝レースで初優勝を狙います。九電工グループ平論同好会第5コース J パワーグループ第6コースサイムガスグループです。予選ベストタイム出場6チームの中で1位の九電工は唯一の5分を切ってきました。そして1位の九電工から5位のサイムガスまでのタイム差はおよそ6秒です。予選のベストタイムはおよそ6秒差、どのチームが優勝してもおかしくありません。